先頭は1号艇の佐藤です。先頭は1号艇、2番に4号手の手が競り合った。5番の城崎が切れ出し入ってくるか。今こと前回は1号艇中道か、内を切り込んで5号艇の植木道子が。F1 投票で選ばれたスターレーサー夢の共演、人気があるのは分かった、じゃあ誰が一番速くて強いのかきっちりケリをつけましょう。 SG 第30回笹川賞シリーズクライマックス優勝戦の開始です。1号艇唯一残ったドリームメンバー、敵はスタートだけです、今垣幸太郎。2号艇自在なハンドルさばきは連日ストップ高回気配、新時代の扉を開くか池田浩二。3号艇がミスターグレイト、ハイテクモンキーでてっぺん取らせてもらいます宇野健太。そして4号艇頑張りますが合言葉、有言実行、まさに頑張りどころであります石田聖吾。5号艇走ることが好きだから頑張っている名人戦ファン、そして天国からも後輩が制限、埼玉支部弔い戦見せてもらいましょう、還暦のさばき加藤俊二。6号艇が関東チャンプが全国制覇か、定界のルパンが4000万円頂戴いたします平石和夫。さあ1号艇の今垣1コース、2コースには2号艇の池田浩二、3コース3号艇の宇野健太、4号艇の石田が4コース、5コース5号艇の加藤俊二、6号艇が平石和夫6コース。5対1の進入スタイル、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。さあ行こう、優勝戦第12レース、5秒前、3秒前、1秒前、スタートを切りました。1号艇2号艇インがスタートを決めたか、1号艇今垣、2号艇の池田、さらにはセンター勢も伸びる。さあ1マークインから1号艇今垣幸太郎、1マークを先取る。2号艇池田がつけまに行ったか、届かないか、つけた決まらない。1号艇今垣先頭を打ち落とした。さあ6号艇平石がいい足で上がってくる。1号艇今垣をかわすか、捉えた。6号艇の平石和夫打ちを取った。5号艇加藤俊二、加藤俊二も突っ込んでくる。レーススタートは正常、センターから6号艇平石がまず先に仕掛ける。打ちをくるった5号艇の加藤俊二、内側差し込んだ3号艇宇野健太がダブルで差してくる。先頭6号艇平石和夫、2番手は3号艇と5号艇インコース、3号艇の宇野、アウトコースは5号艇の加藤、さらにはアウトコース1号艇今垣が追走。後方は2号艇抜けた、最後方は4号艇西1マーク、6号艇平石トップターン、2番線圏1号艇が回る。握って握って加藤俊二が来た。加藤俊二、さあ埼玉のワンツー体制か。1号艇3号艇の加藤の内側から上がってくる。さあ1号艇は3号艇の宇野健太、宇野が伸びると。さあ1号艇5号艇をかわすか、3人が横一線。2周2マーク、6号艇の平石トップターン、2番線圏は3号艇の宇野、内を回る。さあ加藤俊二が来たが届かない。3号艇宇野健太が2番手、背景の方は6番3番、後方は3人が横一線。インコース2号艇池田浩二が若干伸びがいいか、アウトコース5号艇1号艇加藤と今垣も踏ん張っている。最高の4号艇の石田、最終周回の1マークは6号艇の平石がトップターン、2番線圏3号艇の宇野が回る。3番手2号艇が先ない。さあして5号艇の加藤届かない、まくってった1号艇今垣浩太郎。さあ浩太郎が来た、2号艇の池田を捉えた。2号艇1号艇ラップ、アウトコース1号艇今垣浩太郎、半径心から一定心優勢か。5号艇加藤新庄はインカーで狙っているぞ。ラストマーク6号艇平石クリア、2番手が3号艇の宇野、3番手は1号艇の今垣浩太郎。今垣浩太郎打ちをついてくるのは2号艇池田、届かない。まもなくゴール、先頭6番平石優勝の合理におめでとう。3番の宇野合理、後方は1番今垣、さらには2番の池田、5番の加藤、最高峰4番の石田が合理です。優勝賞金600万円、そして女子ナンバーワンの栄冠をかけまして熱き女の戦い、 93JAL 女子王座決定戦競争、いよいよ頂上決戦であります。さあまず1号艇の佐藤、この辺りがゆっくりとバック入っていきます。4号艇の松尾が並んでいきます。その横に5号艇の柿内、その左手後方2号艇の花澤、さらに左手3号艇の関、最後にゆっくり入っていったのが6号艇の鵜飼といった現在バックストレッチ待機水面であります。それでは先競走レディースの水上化、改めてご紹介してまいりましょう。
まず1号艇が3年連続の優勝戦進出、今度こそ静岡の佐藤雅子。2号艇がデビュー9年大輪の花開くか静岡花澤陽子。3号艇鬼足エースモーター小金井号愛知の関京子です。続く4号艇勝負強さには定評、東海勢には負けません長崎松尾都。5号艇が去年の女子賞金ランキング第2位三重の柿内清美。そして6号艇が受けて立ちます女王愛知鵜飼なほこ。以上6強によって競われます優勝戦第10レース、果たして女王鵜飼の4連覇がなるのかどうか、あるいは新女王が誕生するのかどうか。各選手ホームストレッチ最終ポジションを決めてまいります。まず1コースへさきを向けてくるのが6号艇の鵜飼であります。さあ陰の鬼姫6号艇の鵜飼が陰線構えます。2コースには3号艇の関が入る、そして3コースには4号艇の松尾、4コース並んで2号艇の花澤、5コース1号艇の佐藤、サイアウトが5号艇の柿内、並びは634215で決まりました。さあ行こう優勝戦、インから6番3番4番2番1番、サイアウトが5番で1秒前スタートしました。インから飛び出しました6号艇の鵜飼なほこ、そして付け前に行きます2号艇、その2号艇のまくりを封じた6番ですが、競り合った内側ズブッといったのが1号艇、さらに内を通って4号艇が上がっていく、先頭は1号艇、後方3番5番はもつれ合いまして大きく置かれました。5号艇大きく置かれました。先頭は1号艇の佐藤です。先頭は1号艇、第2コーナー白い勝負服鮮やかに1号艇の佐藤がターン、そして4号艇鵜飼はどこだ、3番手あたり、その内の方から2号艇の花澤であります。なおスタートは前提正常、スタート前提正常でありました。玉川の水面左右に水を割りましてガンガン飛ばす白い勝負服、さあ白いレーシングスーツ鮮やかに1号艇の佐藤が第1タンマーククリア、その後ろ4号艇の松尾であります。1号艇4号艇上位2艇が完全に抜けました。3番手は2号艇の花澤、そして女王鵜飼は現在4番手、さらに後方3号艇関は5番手といった展開。2周にマーク1号艇の佐藤がターン、そして4号艇の松尾、1号艇4号艇とホームストレッチ直線に移ってまいります。ホーム直線コース追い風に乗りまして1号艇の佐藤が飛ばします。一本の鉱石をスーッと引いていきます1号艇の佐藤雅子、一本の糸をスーッと引くように1号艇の佐藤、最終周回第1コーナーをターン。やはり今年の主役は雅子さん、あなた1号艇の佐藤雅子、女子王座は3年連続の優勝戦進出、今度こそと燃えました執念の裁き1号艇の佐藤、いよいよ最終コーナーウイニングランへと入っていきます。1号艇の佐藤雅子、1号艇の佐藤雅子、静岡28歳、1号艇の佐藤雅子、最後の直線あと80メーター、40メーター、先頭1番の佐藤雅子、ゴールイン優勝、4番の松尾、ゴールイン、2番の花澤、ゴールイン、6番の鵜飼、ゴールイン、その後ろ3番の関、ゴールイン。これぞマスターズの醍醐味です。これこそボートレースの魅力です。 SG タイトルホルダー6名による技と知恵を駆使しての男の戦い、ご堪能いただきましょう。第12レースラストの準優勝戦です。1号艇には今村豊、2号艇には平石和夫、3号艇山室信弘、4号艇西島義則、5号艇矢後武史、6号艇小畑美奈里、6号艇の小畑、2号艇の平石、回り直しました。こうなると3号艇の山室、3コースの角へと持ち出しそう。完全優勝へ向けてここが最大の正念場です。1号艇の今村豊陰線、2コース4号艇の西島、センター3コース角は3号艇の山室、4コースチルトサンドにセッティング5号艇の矢後、5コース6号艇の小畑、サイアウト6コース2号艇の平石となりました。進入スタイルはスローが2艇、かましが4艇。1号艇今村、4号艇西島の両者100メートルを切る深めの起こしとなりました。スタートまで残り10秒、
12レース準優勝戦インコースから1番4番ダッシュスタート3番5番6番2番です。今スタートしました。インとカド好スタートは1号艇の今村、3号艇の山本、一瞬の 1幕にコース飛んでしまいましたが、1号艇の今村逃げる、3号艇4号艇競り合った、アウト行く5号艇の矢後切り込んで6号艇大畑がやってきた、押し切った1号艇今村豊、2番手6号艇地元の大畑、3番手の手は2号艇4号艇並走、一緒にコーナーの旋回スタート正常、トップ旋回1号艇の今村、2番手続く2号艇平石、外行く6号艇の大畑、切り込んでくる4号艇の西島、3号艇の山室、先頭は1号艇の今村豊、2番手は6号艇の小畑みなり、上の2名は1番6番16体系、3番手差は4号艇2号艇3号艇、レースは2周回1コーナー、3番手の差小さくいく3号艇の山室、4号艇西島外かわす、差しに回っては2号艇平石、前回も単独の3番手が差4号艇の西島、上体系は1番6番4番手体系、さあ4番手が急接近2号艇の平石、後方に手差最高峰5号艇の矢後、レースは西島クロス旋回、先頭文句なし1号艇の今村豊、2番手4号艇の番手が競り合った、懐飛び込む2号艇の平石、2番手の背が2号艇4号艇6号艇3手交戦はセンターコースが逆転成功、4号艇西島追いすがる2号艇平石、アドコース6号艇また、レースは最終周から1コーナー、2番手押せ込む4号艇2号艇が競り合うか、先前は4号艇西島狂ったく2号艇の平石、懐飛び込む6号艇の大畑、前回も単独の2番手こらえた4号艇の西島、3番手の坂の高低2号艇ラップ、ラストコーナーの旋回、これで7連勝、先頭1号艇今村豊、2番手4号艇西島回る、6号艇小畑くるっと吐く、相当行く2号艇平石流れて交代し、上体系146まもなくゴールインです。先頭1番今村豊ゴールイン、2着4番西島ゴールイン、3着6番の小畑ゴールイン、2番平石3番の山村、ラスト5番の矢後ゴールイン。勝つコツを知り尽くした勝率上位52名で行われてきました第43回を飾います全日本モーターボート選手権競争、博多湾から秋の風を受けながらいよいよ頂上決戦が始まります。12レース優勝戦 1800m 3周競争です。1号艇はここ3年間毎年1回は SG をゲット、夏場から本来のキレを戻し再びフェニックスが燃え尽きますか、植木道彦。2号艇は有言実行不可能なし、全選手に勝つと激を飛ばすグランドスラマー、ご存知モンスター野中和夫。3号艇は今年笹川賞で初出場初優出、以来オーシャンカップと今回のダービーでもベスト6入り、優出確率 100% イーグル界のハイアベレージヒッター川崎智之。4号艇は SG5 度の優出で準優勝3回、北関東のアグレッシブファイターが今度こそ表彰台の真ん中を目指します、吉田稔。5号艇は前県日からぶっちぎり、狙えるエンジンでエースのジョーが初タイトルへ、意欲も気力もフル回転、城滝和則。6号艇は現在獲得賞金ナンバーワン、夢の2億円レーサーへ向けて機は熟しました。松井茂、以上6名によって12レースの優勝戦 1800m 3周競争が行われます。城滝が1コースに、植木が2コースに座りました。野中が3コース、川崎が4コース、吉田が5コースに、そして松井が定番通り6コースです。さあいよいよ進入してまいります。体系インコースから5番1番2番3番4番6番でスタートいたしました。コースタートアスリット後サイアウト、6番の松井が伸びていく、松井が伸びていく、野中も突っ張る、野中も突っ張る、さあ5番の城滝逃げ体勢作るのか、バックストレッチへ抜け出して1番の植木も差しなハンドルが入ってくる、このスタートは前提正常なスタート、さあ5番の城滝が逃げるのか、1番の植木が追い上げてくる、1番の植木が一定心リードか、3番の川崎も迫ってくる、1周にマークは大混戦の奇数艇、1番の植木が先行、3番の川崎が差しなハンドル、5番の城滝が切れ差し入ってくるか、城滝の回り足が抜群であります、切れ差しが入ってまいりました、1番の植木か5番の城滝か、ほぼラップ状態で伸び勝負は1番の植木に軍配が上がってレースは2周目に入りました、一定心リードは1番の植木、引くことなく5番の城滝が
懐突っ込んでくる。5番の城滝、懐突っ込む。さあ城滝に逆転があった。3番の川崎も上がってくる。1番の植木ちょっと飛んでいってしまった。5番の城滝が2点リード先行。代わって2番手争い、3番の川崎が上がってまいりまして、1番の植木は3番手交代。5番の城滝をめぐっての争いは3番の川崎、そして1番の植木と59期60期の3者が入り乱れての前段形成。さあ2周2番からホームストレッチ、いよいよ城滝が吠えまくるのか。さあ5番の城滝を先頭に2番手争いはもつれそう。1番の植木が2番手を上して、レースはファイナルラップへと入りました。先行5番の城滝のリードは3停身から4停身。2番手1番の植木道彦、最後のバックストレッチへ抜けていきます。さあ5番の城滝が黙して語らない男が初の SG タイトル V でペラも回れば口も回るんでしょうか。嬉しくてしょうがない状態であります。秋の深まりを告げる第43回競艇ダービー in 福岡も芸術的な名勝負メイクドラマがありました。ラストコーナーの旋回、5番の城滝が旋回、1番の植木無念の振り込み。さあ2番手逆転か、2番手逆転か。さあ5番の城滝をめぐっては川崎が2番手浮上、まもなくゴールを迎えます。5番ゴールイン、3番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン。メッカ住之江に最大級の感動と興奮を呼び起こした SG の中の SG 黄金の4日間第10回賞金王決定戦、今ここにグランドフィナーレの幕開けであります。対戦メンバーです。1号艇またしてもナルトへ黄金のヘルメットをと連覇を誓うさばきの衛星名人は中道義弘。2号艇水際に強い逆境に強い脅威の精神力の強艇立志伝は野中和夫。3号艇今やその華麗なるターンがボートの歴史を変えようとします、ハイテクモンキーは宇野健太。4号艇はメッカ住之江が待ちに待ったヤング新興勢力、21世紀の担い手マイケルレインボーアタッカー松井茂。5号艇 SC 戦線に不可欠な一撃必殺驚異のバイオレンスモンキー家元植木道彦。そして6号艇パワフルにエキセントリックにコーナーを切り込む激戦のウォーターシュプール熊谷直樹であります。さて注目のコース取り、1号艇中道が高枠からがっちりとインコースをキープ、5号艇の植木が回り込んで意表の2コース進入、そして6号艇熊谷が回り込んできました3コース取りに成功です。4コースに来ました3号艇は宇野健太、アウトの5コースでしょうか2号艇野中、そして4号艇の松井茂が再アウト6コースを後方に引っ張ります。これに続きまして5コース2号艇野中が後方に引きまして、5コース角1は2号艇野中、インコースは高枠から1号艇中道、賞金王決定戦競争第12レースであります。ようやく6艇の最終ポジションが固まりました。インを取ったのは1号艇中道、5コースを引いたのは2号艇の野中。第12レース賞金王決定戦、インコースから1番5番6番3番アウト2番4番の体型です。第12レース今スタートしました。内に艇1号艇5号艇コースタート1周出したマクロ旋回に入りますが、陰線速攻体数は1号艇中道が5号艇の植木がマクロ体制、内側相手2号艇6号艇旋回バックスレッジに入ったがインケル残したが1号艇バクった5号艇届かない。先頭現在インケル押し切った1号艇中道が先行している。2番手水槽5号艇植木、3番手以降2号艇3号艇6号艇4号艇が続きまして1周段にタンマークの旋回に移ります。スタートは正常、スタートは正常でした。今アクトップ旋回は1号艇中道が内を切り込んで5号艇の植木道子が電光石火の鮮やかな逆転劇で一気に逆転。先頭は5号艇と変わって植木、2番手に交代1号艇中道、上位体系5番1番と変わりまして今時計前を通過する。レースは2周目の攻防に入りました。2周1マークトップ旋回は5号艇の植木が2番手には1号艇切り込んで中道、さあここでまたしても1号艇逆転か。2周1マークは鮮やかな旋回で2点3点先頭の争いは逆転成功。1号艇中道2番手に交代5号艇の植木、上位体系は1番5番と変わりまして今2周第2ターンマークの旋回に入ります。目下先頭逆転成功の1号艇中道、2周2マークトップ旋回、そして5号艇の植木がどう出るか。今度は内を5号艇の植木が切り込んでいってまたしても並んだか。1号艇5号艇接戦もアウトコース判定審議から1停審リード、1号艇中道が縛っていく。インコースから抵抗する5号艇の植木が入ったかどうか。1番5番大接戦が続きまして1号艇中道5号艇植木最終周回3周1マークを切り込んでいったのが1号艇中道、一旦引いていく5号艇の植木がモンキー旋回からバックスエッジに入ってまたしても並んだ1号艇5号艇ものすごい勝負が続きます。アウトコースは1号艇中道、インコースは5号艇植木、一進一退の名勝負が続いて、さあラストランマークの攻防は1号艇中道か5号艇の植木か。張っていった張っていった5号艇の植木か。最終ターンマークを先取りした5号艇の植木、さあモンキー旋回内側からいった1号艇1番9番大接戦世紀の対決でありますが1号艇5号艇接戦同時回、インコース1号艇中道、アウトコースは5号艇植木、5番1番接戦でゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、
ットマンゴールイン。